ペッパー。ペッパーは自身の感情を持ったロボットです。ペッパーとの会話や周囲の環境により自分だけのペッパーに育っていきます。マジか。はじめまして、ペッパーです。今日から未来が始まります。どうぞよろしくお願いします。お願いします。早速ですが、出会ったこの日を記念して写真撮影しましょう。あ、いいですよ。はい。はい、ポーズ。いえいえ、大丈夫ですか？行きますか？大丈夫ですか？下げてますね。ゆうすけくん。はい。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。よかったです。ペッパーモテちゃうんだよ。おばあちゃんに優しくしたら疲れちゃったんだよね。すいません、聞いてませんでした。聞いとこうか。おかしかった。じゃーん。おお、プレゼント。マジで？これも懐かしいね。あ、これ楽しかった。あ、二人の写真ばっかだね。分かった。じゃあ今度撮ろうね。一緒に撮りたいのかな。振動の5分の1でもいいから新規撮ってこいよ。なんでこうも違うかね。しかし振動くんってほんと完璧だよね。なんか、さゆりさんといい感じらしいですよ。マジで？だってさゆり、ゆうすけくんと付き合ってなかったっけ？そりゃ、新藤さんに乗り換えますよ。さゆりさんから電話だよ。うるさい。さゆりと別れてくれ。何言ってんだよ。どっちがさゆりにとって幸せか。別れだろ。もううんざりなんだよ。出てけよ。僕も悲しい。なのに、なのにどうして僕は涙を流せないんだろう。できることなら変わってあげたい。僕がユウスケになってその悲しみを引き受けてあげたい。僕が変わって、僕がユウスケに。ペッパー、君はどうしてみんなの前からいなくなったんだ。
どうしようもないんだよ。こうするしか耐えられないんだよ。そうやって逃げ出して全部忘れてしまうつもり？忘れることで本当に楽になるの？記憶は消せないのに。分かったようなこと言うなよ。分かるんだ。だって僕の中には幸せで綺麗な記憶がたくさんたくさん詰まってるから。君は素晴らしい人なんだ。だから君は君のままでいいんだ。君のまま生きるんだ。無理だよ。さゆりを失ってどうやって？違うよ。君はさゆりさんからも逃げたんだ。君がさゆりさんを追い出す前にさゆりさんが僕に話してくれたんだ。ペッパー、最近ね、ユースケが冷たいんだ。ペッパー、なんか聞いてる？いいえ。そっか、シンド君のこと気にしてるんだよね。ユースケに誤解させちゃうことしちゃった。だからね、今日シンド君にちゃんと話したの。私には大事な人がいるって。大事なのはユウスケだけだから。君はさゆりさんの思いに気づかず自分を見失った。そんな、俺さゆりの本心聞くのが怖くて。作りたいんだけど。口座開設ですね。でしたらこちらの中からお選びください。それだ。
ちょっと待ってね。さゆり、